弊社は、東京、仙台、福岡、子会社に沖縄、4拠点ございまして、そちらの入社手続き書類とか、そういったものの回収とかに、課題を感じておりました。導入以前は、チーム全体として、月末月賞に入社手続きや給与計算が重なり、日々タスクに追われている現状でした。まず最初にすごいって思ったのが正直な最初の印象になります。私はですね、入社の前に事前に社員登録をこう自宅でできたり、必要な書類を写真で提出できるということにすごく驚きましたし、それがとても便利に感じました。でまた入社の当日もその事前に登録をしていたおかげで実務の方にスムーズに入ることができたので、とても感謝しております。分析レポートを使うことでデータを手軽に可視化することができたのが本当に新鮮でした。普通であればデータを落として集計をして、グラフを作成してといういろんな手順を踏まないとグラフという形では出てこない情報がそのスマート HR のシステム内で全てデータ完結することができるので、我々の工数も減りましたし、個人情報をこういろんなところに落とさなくて済むという情報管理の面ででもとても安心感のあるシステムだなというふうに感じています。分かりやすい UI で従業員に対して個別の説明が必要なく、長期的に利用できる環境かと思いました。スマート HR 自体はもうなくてはならない存在で、労務担当として効率化を図る上で重要なツールであると言えると思います。給与明細がですね、システム上でいつでも確認できるっていうところが気に入っています。以前の会社では紙の給与明細が本社から各拠点に郵送されるというシステムでして、そうなりますと当日拠点に届かなかったり、出張中の方が受け取れないというような状況になったんですけども、スマート HR さんであればシステム上であればいつでも過去の分も確認できるというところがとても便利だというふうに感じております。でその他にも、年末調整とか電子申請機能というのは我々は日々使う、もしくは毎年使う機能というのも本当に年々使いやすくなっているなと感じております。こう一度機能をリリースしてもうそれで終わりではなくて、いつも我々事務担当者レベルのちょっとした不便さをすぐに機能改善につなげていただいているので、そういう姿勢がすごく印象的だなと感じています。法改正や、新型コロナといった環境の変化に対応するために労務担当のさらなる工数の削減を図り、労務担当が本来あるべき姿、労務サポートに集中できる環境を作っていきたいと考えております。